ます。円卓にしよう。2日前がめっちゃ出てるな。これにします。ド根性3を、はい、ということで、ド根性ルールもあるのでぶっ込むために早く回そうと、これも作戦の一つということで回していこうと思います。ド根性3からスタートです。マリアハー、あ、リョウさん、もうマリアちゃんだけは同じところに行くって思ってたのにさ、何ちゃっかり円形の番長取ってんのよ。ちゃっかりみんながみんなの流れで来ました。結構狙いにいってる。マジで勝ちにいってるね。マジで勝ちにいってます。申し込み637ゲーム、なんと2枚目を使い果たしました。これでえらいこっちゃですよ。チャンス目からの特訓ですね。548ゲーム、あ、当たるんだな。当たる当たる当たる。お疲れっすでちょっと気合い入ったかもしれない。ね、当たってね。これはさすがに、あ、1本いっとこう、2本3本いっとこう。さあこれでラグビー、はい、ラグビーですね。これ当たってる。しかしお金が足りない、なんてこった。結局3枚目入れなきゃいけなくなった。もうこれ入れたくなかったです。まあまあ、でもね、当たるかな。当たるよね、さすがに。やっと当たりました。667ゲームです。ソースが21本、まだ私にもチャンスあると思います。3発当たりが遅かったですが、今から追いつくぞという気持ちで消化していこうと思います。こういう角度ですか。あ、いいでしょう。あー、マリオさん、ナビなし。あー、リプレイ回、あ、下手くそ、それは下手くそです。これはチャンス目、チャンス目の分、はい、チャンス来た、チャンス。うわ、もうなんでバドミントンなの。誰、いい音、とりあえず1個、もう1丁、いい音。なんでダメなの。あー、終わる、これは終わる。あー、117枚の単発ですね。なんで、あのペンと紙、ペン片手になんかメモしながら打ってるっていうので
もうちょっと、あ、ちょ、当たってるし、しかも。こんにちは。え、投資3本ですか、もしかして。いや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 。あ、全然、あ、でも1万3000。まだビッグ1回しか引いてない。でもじゃあ今のところ一番有利ですよね。まあみんな負けてるからね。いやでもりょうさんは結構、まあ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 、あそこでいい勝負。ちょっと番長組がやばいんで。当たってないのまだ。え、当たってないの。当たりました。当たった、単発。単発なんだよ。なんで分かった、 なんで分かったんですか。行ってきます、行ってきます。行ってらっしゃい。なんで分かったの、なんで行ってらっしゃいの行くって、あのもう召される方でしょ絶対。ここでな、ただね移動するのはもう早いのかなと思うんで、もうちょっとだけ様子が見たい。あ、ちょっととりあえずもうちょっとだけ打ちます。対決、チャンス目からのチャンス目引いてくれんかな。あー、もう一発、よし、とりあえず何とかなって、256ゲーム。あ、猫。あー、頼むね。めんこね、結構負ける。お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 。なんもいけんかったけど、あー、よかった。もしかしたら勝ってた、勝ってたかもしれない。260ゲーム、25本です。まず、2回目の当たり、さっき単発だったんで、なんとしてでも伸ばす。あ26本です。足りんくなりました。さあ早速のチャンス、バドミントン。ちょっと高望みしすぎました。よし、いいです、いいです。1回でも引くことが大事。1ですね、2連単でございます。これもう悲しい。やめー、あー、とりあえず他の台を見に行こうと思います。ダミーだ。りょうさんどこ行った。せっかくだから隣で打たせてもらおうかな。
出てるやつは出てるのか。きなあ、これとかめっちゃ良さそうだ。おお、4000枚ぐらい。こっちにりょうさんの隣で滞在を打ちたい、7つの滞在を打ちたいと思います。いらっしゃい。お邪魔してます。びっくりした。いないと思って帰ってきて、隣の島だと思ってたら吉宗だと思ったの。ここはここにいた。そしたら隣にいるよって。もう一個取れないかなー。あー、取れない。3つか。キング以上。あ、おおやった、やりました。この積み揃いかな。さあ、演出をすっ飛ばしてチャンスゾーンに入りました。ここですよ。これが結構クセモノのチャンスゾーンだから、決めたい決めたい。よし、レア役レア役。ちょっとやばいです。大丈夫ですか。15%。ちょっと厳しい。よしよしよし、 20% ある、 20% ある。よし、チェリーで 30% まで上がりまして、よし 35%、 40% までは。すいません、私 70% 外してるんで。ちょっと頑張ってください。やめてもらっていいですか、今言うの。今じゃなかった。今じゃなかった。ごめんごめんごめん。これの1台でかかってるんで、いけます。 35% せーの。まだわかんない、まだわかんない。プレイ遅い、本当に。あ、すいません。大丈夫。70% 外してるんで、そう、無理です。35% は無理です。あー、せっかく早めに行ったのに、悔しい。5枚目を5枚目を入れたいと思います。ど根性チャンスに、着々と私は近づいてます。りょうさんの目が泳いでる。絶対気づいてるのに気づかないふりして、ほらほら、なんかほら、なんかどこ見つめてるのか。取れた。そんな分かり合いが打ってる。大丈夫。今からあれ狙ってるんで、ど根性ポイントここ狙ってるんで。今何枚目。これ5枚目。5枚目はい。ギリギリいけなそう。ど根性にたどり着く前に当たるみたいな。うん、大丈夫。これしかもうないんで、作戦が。あるよ。ある。乾燥しよう。あります、うん、乾燥乾燥ね。とりあえず5枚目入れますね。もうこれ以上、気使わせたらね、いけないんで。えら、なんか楽しそうだな。楽しいですね。ええー、な、なんか。あ、いいでしょ。わい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 。わい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 して、楽しいでしょ。遊びじゃないで、こっちたら。ど根性。いや、ど根性女。ど根性女。いやいやいや。お、ど根性女行った。ど根性に多分、まあ、一番近いところにはいるかな。みんな認めてるんで、ど根性。俺も大概や。え、ど根性男。ど根性、はい、え、ど根性、ど根性男っすよ。知らなかった。ど根性ペアでやらせてもらってるんで。メガネ出してみたいと。なんなら梅屋さんもまあまあど根性寄りなんで。え、こっちよりじゃないですか。笑ってた梅屋さんだけですから。え、みんな解明しようよ。ねえ、ど根性、ど根性マリア、ど根性ジェロ、ど根性シン。ど根性シン出そう。ど根性三兄弟出そう。一人だけ勝ってるからって。ねえ、本当に。なになに。いいな。ずるいですよね。もう1抜けてるから。空いてるよ。空いてますよ。いっぱい空いてる。
ここやったら打ちたかったっすわ。あ、失礼じゃないですか。多分ジロー君には勝ってると思うよ。いい勝負じゃないですかね。で、番長3900ハマってて、ハマってて、そっからケージでまだ入ってないと思うから。確かに入ってない感が出てた。今んとこ私が多分1位だから、泉谷さんがビッグポンポンで連続で引いたりしなかったら AT1 回で勝てちゃうぐらいの1回でひっくり返せますよね、多分入れば。さあ捕まえた。721ゲームで、本日3回目のバトホークチャンス、なんとかしようね。 15% よし、いいぞ、あれ役がいい。順調に来てます。 30% ある、もう1個なんか引こう。30% 決めよう。うーわ、もう、あー来た、おじさまにタッチしろ、行けた。ありがとう、ありがとう、奥様さすがです。すごいキュンキュンなってる。437ゲームで投資が43本です。これ白7ダメか、当たったの。当たった。こっからなんですけどね。しんどい、これはこれしんどいな。あ、やばい、ちょっと待って、まだダメ。あ、もう行っちゃいました、ごめんなさい。こっち左、あー、もうダメだよ。見てましたよね、見てましたよね。そんな分かりやすく私左側が寒くて、それちょっとまあまあ悪口じゃないですか。いや違うよ、温めてただけ。左側寒い、右側が寒いなら分かりますよ、空いてるし、外近いし。そっか、こっちが寒い、ま、間違えちゃった、こっちだった、間違えちゃう。まだ分かんない、まだ分かんない。温めよう、りょうさんの左側温めよう。さあ、音を大きくします。黄色で当たるのってな、結構厳しいよな。いや、出ない。この時点でな、この時点で厳しいんだよな。このボタンも出ないっていう感じね。には否定されます。どうしたん、様子がおかしいよ。りょうさん、様子がおかしいです。様子がおかしい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫、寒い、ちょっと寒い。左は温めようと思ったんですけど、ちょっと無理でした。死に揃いを引きました。あ、ちょっと一瞬で終わった、一瞬で終わって。ちょっと見てきますね。これにします。角の102ゲーム回ってる。お、レース来ましたよ。赤当たる、早っ。見頃、
うじゃなく当たれますよね、これは。162ゲーム投手が45本です。始まった、早いぞ。お、赤スタートですね。ちょっとシナリオ見ていいですか。4っぽいな、赤スタートはね、4、6、8、11、13。まず、嘘だ、これダメじゃないえ、復活あるけど、あ、よかった、ほんまによかった。あれ緑、あれちょっと待って、緑じゃあ4は否定されました。ベテランかな、ベテランの匂いがする。人気ナンバーワン、ワンツーワンツー、うわー、でもどう、浜岡さんが人気ナンバーワンなんだけど、あー、どうだろう。お、これは大丈夫、よし、やった、3セットもいける。やっぱりベテランじゃないかな、赤なの、赤緑赤、ベテラン赤緑赤、次が白なんです。まずここは無事に乗り越えて、次のセット、1番人気が洞窟さん、2番人気が浜岡さん、チャンス目、よしよし、チャンスアップ、これは大丈夫だと思います。はい、大丈夫か、大丈夫、よし、大丈夫、 OK、 4セット目、そう、ここがね、白だもんな。どうなんすかなかなか耐えてますよ、耐えてます、耐えてる耐えてる。梅屋さん、投資いくらですか。いや、僕2万8000円ですけど今1000枚ぐらい出てるんですよ。え、嘘、イエーイ、嘘でしょ。いやでも青山さんも飲まれてるし、どうなるか全然わかんない。いや、わかってるでしょ。いや、わかんない、わかんない。え、もうこっちはど根性しかないと思ってやってるんで。え、もう5万超えてんすか。いや、それはわかんないですけど、ど根性目指してがしかないですよ、作戦が。なのでじゃなんか、ね、それ聞いたらちょっとやる気が集まるじゃないですか。え、あの五十嵐さんがそうやって弱気なこと言って、うん、俺があんまりこうなんか攻めすぎると俺すげえ炎上するから、ちょっとあのあ、マイルドに行きましょう。じゃあむしろ言いましょう、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。それ保身のための応援じゃないですか。失礼します。とりあえずレース中になんか引く、もう絶望だ。早なきさん、道口さん、さすがに、さすがにですね、これは。あー、綺麗に終わった。148枚黄色は高設定しそうだったかな。えのきさんやけど、いける？大丈夫？
丈夫ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そうやんな、そうやんな。やったかなと思った今。危ない危ない。そういうことですね。はいはい。99ゲームです。持ちメダルでの SG ラッシュ完走してくれ。もうゆっくりしとき。無理やて。いやゼラさんもでしょ。あごめん出たんよ。嘘やろ。出たんよ。絶対嘘。ごめん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 出たんよ。ごめんな。え、だって私がね、さっき見たとき500ハマってたんよ。そっからすぐ当たっちゃって。そっからもうほんまに。そうなんよ。え、めっちゃ順当早いですか。そう。あれ、ケージ。8.7 枚なんで。やばい、ほんまっぽい。え、ごめんな。もう無理やと思うから。え、ね、あと3人で争うからさ。やめて、やめて。結構使ってるでしょ。あ、いや、まあでも、多分そんな、ゼロさんよりは使ったなと思う。けど。嘘や。2500は行ってないよね。行ってない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 。そんなん行くわけないじゃないですか。行かへんよね。行かへん。絶対行かへん。無理無理無理使えへんそんな。絶対に使うと思っても使えないよ、うん。あ無理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 出ちゃうもん。弾出ちゃうから。絶対嘘。あそうよね。絶対嘘。あごめん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 。絶対嘘。頑張ってなほな。うん。頑張るけど絶対嘘あの先輩ほんまに。白のままいって、おでも浜岡さんが一番人気ですよ。うわーなんかない、なんかない、ダメ。うわーなんかちょっと期待させられたな。うわないか。まあ単発はい、AT 中に引いてね、レア役を。さあ、当たりました。またまた天国です。三発で終わってる場合じゃない、本当に。緑スタート、緑やったらいける。すごくない？早い。そうなんか当たっ、あの移動してすぐ当たって天国天国で当たってるんですけど増えないっていう。いやでもここじゃ緑スタートだし。そうそう、梅屋さんがもう、2000枚ぐらい出てたから残念ながらもうマリアちゃんのこと応援できなくなっちゃった。嘘でしょ。今500でエリザベス失敗してきてコインなくなっちゃうからもうここからは敵だから。嘘。あーだよーだよねー、これは悔しい。あーダメ。ダメ。72枚。ロゴありですね。いやー悔しい。もうでもやっぱ最後まで諦めたくないので持ちメダルでリノに行きます。はい、最後もうあと残り時間も少ないですけど諦めたくないのでリノで最後勝負したいと思います。あー来た、ちょっと待って、ちょっと待って。7リップバーでいけますね。このチャンス本当に頼むよ。よし来た来た。
471ゲーム。あーいい、やっとけた。500ゲームちょうどですね。ビッグボーナスです。え、ある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 。さあビッグボーナス終了。こっから、あ、ちょっと待って、大丈夫、よしよし。よし、あ、オッケーオッケーオッケー。はい、レギュラーボーナス終了です。まあ、なんでそう来るかね。これはいけてる。ありますね、ありますね、はい。3連目、よし、ビッグボーナス。待って、あるかもしれない。本当に苦し紛れに来たリノなんだけど、あるかもよ。さあ、3連目、ビッグ終了です。ある、よしよし、4連目。あれ、これちょっとうまくいきすぎてるぞ、危ない。いけるかもしれん、もしかしたら。はい、ということで4連ですね。でも、まあ、諦めないでいったリノだったので、当たってくれて本当に良かったと思うし、2位にもしかしたら食い込めたかも、ちょっと分かんないんで、結果を楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。結果発表、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あら、なんかすごい楽しそうな嬉しそうな顔して、私じゃないでしょ、それはこっち側じゃない、うん、疲れたわ。皆さん、皆さんね、いい感じで終わってましたよね。そうですね、まあ、言ったら、はい、一番まあ固く小ずるくいったわけじゃん。それで負けてる時、はい、マジでなんかヘルメシ食ってる時、みんなちょっと俺のことダサいみたいな言ってた言ってた。俺結構だからめっちゃホッとしてるの。そうですよね、はい、じゃあ発表しましょうか、僕の方から。はい、はい、お願いします。僕の投資が1288枚まで行ったんですけれども、はい、回収1830枚でプラス542枚です。わあ、プラスなんとか勝てました。はい、じゃあ僕が次いきますね。投資が2116枚、はい、いったね。いや、行きましたよ。で、回収が、350枚でマイナス1766枚でした。うーん、あら、すごい悔しがってたよね。もう車の中でも悔しかったね。候補だったですもんね。あ、笑いながらやめてくれるか。おこっから先は喧嘩やぞ。別にもう男女とかないぞ。殴り合いで決着する。いや、だってサマイスのポイント分殴らしたるわ。アイスパチする、殴らしてくれる。ちょっと負けた人には言われたくないかな。じゃあ青山さん、はい、はい、私はまあみんな頭から最下位はお前だろっていう目で見てたんですけど、7つの大罪を打ちたいという理由で行きました。前半戦すごい良かったじゃないですか。いや、最初は圧倒的リードだったね。そう、なんかお昼は一番美味しく生姜焼き食べたのは私だなっていう感じだったんですが、最終的に一番最後500点上でスルーしちゃって、結果としてはマイナス828枚。あれ、だって最後俺の隣でなんか知らないけど日暮らし打ってたもんね。なんか知らないけど日暮らし打ってた。そこまで落ちぶれたんですか。いや、日暮らし打ってみたくて、はい、隣にいるかちょうどいいやと思って、趣味打ち的な感じで打ってた。で、マイナス828枚、1万と8000円投資かな。もうないやん。もうないですね。五十嵐の結果聞かず、もうないやん。聞かず、もうゼロさんないですね。聞く順番間違えたかもしれない。間違えたかもしれない。少ない方から聞いてるべきだったかもしれない。そうっすね、うん、
じゃあまあ最後まで実践してた、はい、でもさ、はい、すごいいい勝負だよねきっと。多分いい勝負ですめちゃくちゃ。なんか途中並び打ちしてて、はいはいはい、で私モンキータウン打ってる時は見に行ったんですけど、はい、すごい連チャンしてて、なんか天国でアドバイスをくれたんですよ。何のなんかもうりょうさんは位置抜けるっていうのがあったので、私は位置抜けするんだったら梅谷さんと二郎君に落ちてほしかったんですよ、はいはい、そう決勝戦で2人と戦うよりは頑張ってほしいっていうアドバイスをくれた。青山さんが言ってもあんまり感じよくない、悪くないのがすごいよね。すごいっすよ、ね、2人が落ちるっつったらブワーって燃えるけど、ザコが横にいてくれた方が、うん、そうそうそうね、助かってことで30万取りやすいってことですよね。選べるんだったらこの人がいい。そういうことだよ、そういうこと言われてるよ。そうだよ、あれちょっとなんか物腰柔らかすぎて、めっちゃ言ったじゃん、ね、もうマリアちゃんが一番マシだからって言ったじゃん。なんかもう笑顔で持ってかれちゃってそういう意味だったんですか。そうそうそう、でもそれであのモンキーターンに行ってすぐ当たって結構ちょろっと出て500枚、はいはいはい、600枚ぐらい、ね、でもちょっと巻き返せないと思ったので最後まで戦ってリノに最後行って当たりをゲットしました。それすごい受けたんだ。どうなってるんだろう。4連しました。結果いきますね。私が828枚マイナスなんで、それをそれよりも負けてない、もしくはプラスだったらマリアちゃんが進出ってことですね。はい、はい、ということで結果の方いきたいと思います。はい、投資が2070枚、結構いった、使ったね。結構使いました。回収が1275枚、すごいよ。マイナス795枚。すごい、すごいいい勝負。ありがとうございます。すごいアドバイスのおかげで本当にリノも当たったんでしょ。リノも当たって結構すぐに、いやもう立派やりました。こうやってやったらいいんじゃないって言ったことの期待以上のことを全部やってくれて、敵にちょっと塩送りすぎちゃった。送りすぎちゃった本当にね、優しすぎたの。でもいいのよ、だいたいこういう業界どんどん高齢化進んでるからさ、若い子がどんどん進んでくれた方がみんな喜ぶね。そうはいかへん、梅谷さんも負けてくださいよ。じゃあ負けてくださいよ、いかへんね。何を設定しても100何パーやるんですか。でそして、はいはい、みんな投資が来ましたけれども、今回ど根性ポイントを獲得できた人はいませんでしたと、はい、いうことで、はい、梅谷さんと、はい、五十嵐が決勝に進出します。はい、優勝してね。いや羨ましいな。嬉しい。ということで、はい、次回、まあ、今回は梅谷さんと五十嵐が決勝進出ということで、次回 B リーグ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 失礼な言い方ですよ。B ブロックか。また次回楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ジオ君もいないけど。頑張ってね。